しくお願いします。飲食店が多く集まる立川市で新たに名物を生み出したいと始まったこのプロジェクト、商店街連合会の有志からなる立川商店街研究会が交流のあった呉市のレモン農家などの協力を得てスタートしました。西砂町にある中里農園で行われた植樹式には清水翔平立川市長も訪れ、新しい名産品の誕生へ期待を述べました。広島県はレモンの生産量国内第1位です。しかし今年7月に発生した西日本豪雨災害の影響で多くの被害が出ました。この日はその豪雨を乗り越えた苗木が清水市長らによって農園へ植樹されました。植樹式にはレモン栽培や販売で町の活性化を図る呉市の市民団体も参加していました。団体のメンバーによると、暖かい場所で育つレモンにとって比較的寒冷の地となる立川での栽培は実験的ではありながらも、レモン農業の可能性を大きく広げていくものだと話していました。なおこの立川レモン、今後は本数を増やし20本ほどにする予定で、栽培が順調にいけば3年から4年で収穫できるようになるとのことです。国産レモン の、 その、無農薬だとか、まあ、安心安全というそういう観点から、かなりレモンに対する需要というのは高くなっておりますし、また商業の立場から考えてきますと、ケーキだとか素材としてもかなり、加工をしていろんな形に使えるので、とっても面白いものになっていくのではないかなというふうに思っております。レモンというものが新たな、立川の、人気商品を、どんどんと作っていけるような素材になってもらいたいなというふうに思っております。